海鮮好きを沼らせる大人の修学旅行旅がやばかった。どうも、旅に生きるアラサー夫婦の久保旅です。突然ですが、言いたいことがあります。大人だって修学旅行をしたっていいじゃない。大人だから行き先は全部自分で決められるし、大人だから好きなものだけを食べたって誰にも怒られない。そう、大人は自由なんです。ってことで、海鮮好きのプロ久保旅は海の幸にとことん溺れる一泊二日の旅をしてきました。海女さんが目の前のかまどで海鮮オールスターズを焼いてくれる究極の海鮮宿に泊まったり、取れて1時間以内の牡蠣しか出てこない海に浮かぶレストランを満喫したり、もちろん大人の麦ジュースも忘れずに、パンパンのお腹にムチ打ってオーシャンがビューしてる絶景カフェでお芋スイーツも食べたし、物事をいい方向に導いてくれる道開きの神様にお参りしたし、もうね、これぞ大人の夢を詰め込んだ旅。さあ、そんな今回の旅の始まりは新幹線と特急列車から。いいね、こういう席ね。なんか遠足みたいでワクワクするね。ね、旅行感が急に盛り上がる ね。じゃあずっと外見ちゃう、ね、まだ街並み感がさ、うん、建物が多いけど、うん、これから自然が増えてくるんだろうね。ね、いいね、街の移り変わる景色を見ながらサンドイッチでも食べますか。お腹空いてるもんね。食べましょう。ハムチーズ卵サンドとハムチーズ卵サンド、どっちがいい？美味しそうな方。うーん、こっちかな。ありがとう。こっちの方がハムが綺麗でした。ありがとう。やったね。あー、失敗したな。どうした？ビール買ってくればよかった。失敗した。旅のお供がね。え、でもね、こういう失敗も次につなげてってね。学習だから何事も。失敗なのか。じゃあ、いただきます。乾杯。いただきます。おいしい。
伊勢市駅着いたね。着いたね。いや相変わらずの雨ですね。まずはレンタカーを借りに行きましょう。オッケー。あれだね、列車旅も楽しかったけど今度は車旅ですね。ですね。車借りてくれてありがとう。こちらこそありがとう。何したっけ私。隣で見つめてくれててありがとうって感じか。今日も元気でいてくれてありがとう。元気なのには自信があります。元気は任せて。まずは傘を買いに行きましょう。傘を買いに行きましょう。まったく誰のせいだかね、本当雨なのはね。えファミマ発見しました。ファミマ傘です。傘を買いましょう。傘を買いましょう。無事に傘もゲットできたし、今日はいい日だ。しかもコンビニに伊勢の水っていうのがあったからね、買っちゃった。ジャケ買いしちゃった。なんかあの運気上がりそう。確かに体の中から綺麗になりそうだね。確かに。まず最初は猿田彦神社に行きます、うん、行きましょう。伊勢の水で運気を上げて猿田彦神社でお参りして幸先スタートですね。そうだね、まず伊勢に来たらお参りしに行かなきゃいけないからね。ねえ、行きましょう。行きましょう。駐車場を探してください。じゃあ、はい。あ、看板発見、猿田彦神社看板発見しました。ゆきさん、ありがとうございます。私の任務は完了です。駐車場を探そうです。完了されちゃ困ります。看板じゃダメだった。せちがらい世の中ですな。駐車場は、あ、この辺良さそうじゃないですか。猿田彦神社タイムです。ほら、あった。あ、ありがとうございます。ほら、あった。私の任務完了です、うん、今日の仕事は終わりです。ありがとう。もうね、うん、気持ちが通じてたんか、うん、まなみさんが言う前にも俺ウィンカー出した。やっぱ夫婦だね。あれ、もしかして私いる意味なかった。いや、多分夫婦だから、うん、言う前にウィンカー出してた。いいね、うん、以心伝心ですね。そうだね。よし、ありがとう。ナイス駐車でした。近場近の戦いでした。だとしたら毎回運良すぎなのよ。よし、行きましょう。行きましょう。ここだね。着いたね。猿田彦神社。猿田彦神社。まずはお手を洗いましょうね。そうですね。猿田彦神社はさ、うん、どんな神社なの？道開きの神様で、うん、良い道を開いてくれる、うん、らしくて、だからこれからの久保旅がいい道に導かれるようにってことで、あと、まなみさんが30代に入ったってことで、良い門出を願って。あれだね、良い道に導いてくれるなら、うん、自分の選択肢は全て正解になるってことだね。そうだね。素晴らしい神様ですね。まずはお参りしましょう。そうだね。お、始まったね。
あとあっちに、うん、猿目神社っていうのがあって、うん、なんか芸能とかスポーツ関係の著名な方々がお参りに来る、へそう芸能スポーツの神様が、あそうなんだ、そう誰が来てるんだろう、ね、行きましょう。ねえ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 、ゆきさん、旗をよく見て、ここにお参りに来た人の名前が入ってる。ほんとだ。ねえ、南海キャンディーズとか小籔さんとかも来てる。ほんとだ、いっぱい来られてるね。ねえ、なんかこういうのすごいテンション上がるんだけど。ねえ、ミーハーみたいな。すごい由緒ある神社なんだね。ねえ、お参りもしたので宿に向かいましょう。向かいましょう。こっから50分ですね。お願いします。はいよ。おお、海が見えてきた。海見えましたね。海沿いだ。期待が高まりますね。ねえ、この辺っぽいね。ねえ、あった、看板発見。駐車場だ。駐車場発見。ゆきさん、駐車場がありました。駐車場がありました。はい、駐車場ここを右。ああ、これがお宿だね。だね。華麗な手さばきですね。慣れてらっしゃるんじゃないですか、だいぶ。常連なので。よし、到着しました。ありがとう、行きましょう。行きましょう。さあ、ゆきさん、海鮮の夢の城へ行きましょう。行きましょう。こっちへ来るがよい。今日はお宿ここだね。ここだね。マルセンさん。マルセンさん。行きましょう。ありがとうございます。はいよ。お部屋は305です。305。ここだね。エビバディ say 305で。ふっふっふ、行きます。イエーイ、オープン。よいしょ。どうぞどうぞどうぞ。いいね、この和風な空間ね。いやいいね、好きだよ。漁師宿って感じね。私予想します、きっと畳です。私もそう思います。あ、オープン。めっちゃいいじゃん。あ、ファッション、いいね。オーシャンがビューしてますね。オーシャンビューしてるね。いいね。へえ、めっちゃいいじゃん。いいね。いや、このね、畳の感じが落ち着くのよね。いいですね。いやいいね。オーシャン眺めて、畳で寝っ転がって、お昼寝なんかしちゃったりして。もう寝ようか。しかも暖房かけてくれてる。あったかいね。ね、あったかいお宿ですね。身も心も体も。ねえ。
まなみさんご飯できたって。行くよ。行きましょう。起きて。メッシメッシ。起きたと思ったらご機嫌ですね。メッシだよ。部屋ついて、うん、海見て、お昼寝して。有言実行だったね。ご飯で。私は有言実行する女だからね。甘く見ないでほしいね。なんか今日夕飯かまどで焼いてくれるらしいよ。かまど？そう、楽しみですね。どういう感じなんだろう。ね。ね、かまどってなんかご飯炊くみたいな、うん、イメージしかないな。ね、楽しみ。ここだね。うん、あ、こんにちは、こんばんは。失礼します。すごい、わあ、すごい、お願いします。すごい、すごい、あーすごい、やば、ありがとうございます。すごいできた。あ、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。痛くないから後ろ持ってとってもう一回そうそうそう、はい、こうボイピックが持てたりな、2つ合ってよかったりな、お姉さんとってすごい、すごい、おっきい、めっちゃ大きいね。やっぱりね、今のより大きいです。すごい、やった、すごい、あ、わー、ありがとうございます、ありがとうございます。わー、美味しそう。やばいね、すごいね、すごい、いただきます。はい、ありがとうございます。はい、ビールで早速ね、いいですか。はい、飲んでください。どうぞどうぞどうぞ。どうも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 、あ、すいません。あ、どうも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 、あ、いいね、いいね、こんな素晴らしい海鮮を目の前に。乾杯。はい、あ、おいしい、ま、めっちゃおいしい ね、 ね、このビールは地元のビールで、ね、はい、へえ、へえ、おいしい、うん、ね、なんか深い、うん、深いってコメントが浅い。じゃあ食べますか、早速、うん、甘さんに焼いてもらった、ね、海鮮からいただきます。はい、いただきます。はい、いただきます。すごい大きい、わ、ブリンブリンだ、美味しそう。すごい、これ一口でいくのもったいない。けどいただきます。どうぞ。わー、一口で、すごい、うん、一口食べた、一口で、ブリンブリンで、うん、もう口の中に幸せがもうやばい。すぐのサザエですね。あ、そうなんですね。ね、取れたての。お母さんが取ってきたんですか。一緒にこの網の中にかかる。口の中にサザエがいっぱい広がってる幸せがもうやばい。ね、そんな大きいサザエ、取れたて新鮮なサザエをね、うん、このまま天国に行く。贅沢だね。うん、でもやったてやばい。しかも目の前のかまどで焼いてくれたっていうのがもう最高のスパイスになってる。シンプルな味付けが、うん、それだけで十分に美味しい。一生食べてたい。じゃあ俺も早速ハマグリいただきます。ハマグリも美味しそう。うわー、いい香り。この汁をたっぷりつけていただきます。うん、
めっちゃプリプリジューシー。もうだって、うん、箸で持っただけでプルンプルンだったもんね。うん、すごい、うん、張りが違う。ハマグリの、うん、めっちゃジューシーなお汁がじわっと、うん、最高だね。うん、ちょっと甘くしまうからね。うんうん、牡蠣だけはね、うん、塩味そのままのやつだね。うんうん、牡蠣はやっぱそのままの味が濃いんですね。塩味そのままですね。うんうんうん、ハマグリの汁も、うん、残さず飲まなきゃね。うん、一滴足らず。あーあー、また来た。すごい。ああ、すごい。これ美味しそう。美味しそう。さっき俺が持ってた伊勢海老が、そうそう、ああ。来ましたよ。究極の新鮮な焼きですね。さっきさ、うん、俺が伊勢海老持ってたじゃん、うん、あの時もめちゃめちゃ大きくてさ、うん、動いてて、うん、それが今焼かれてきましたよ、うんうん、味噌も美味しそう。伊勢海老いただけますか、ね、伊勢海老食べよう。あ、身をごそっと。おー、美味しそう。あー、すごい。あちちちあちちちあちちち何もつけてない、はい、から上がったそのままの塩味です、ね、いただきます。え、これもかぶりつくのめっちゃ贅沢。いや、すごい。めっちゃ大きい、ね、いただきます。召し上がれ。わあ、贅沢。、うん、うわ、ちょっと硬い、うん、弾力が香ばしいし、弾力もプリンプリンだし、うん、なんかもう味噌が濃厚で、うん、最高の酒のあて。幸せすぎる、ね、美味しい海鮮に囲まれて私はもう思い残すことはありませんも。食べてみよう。いただきます。うん、どう？プリプリやばいよね。うん、衝撃のプリプリだよね。味付けしてないのに、このエビの甘さが、うん、本当に素材が美味しいんですね。海の塩味だけなのに、うん、エビの甘さがすごい際立ってるね。ね、甘さと旨味と、うん、口の中が幸せすぎる。うん、本当に。次、伊勢海老のお刺身食べてみるね。うん、醤油つけて、いただきます。うん、弾ける。エビが弾けるっていう新感覚の体験がめっちゃ美味しい。生は生の良さなんですね。ですね。どっちも本当に美味しいですね。うん、プリプリ。こっちはもう、もう三重の旅は贅沢だね。うん、身が甘い、ね、三重の海鮮最高だね。ね、あーあー、いいですか。すいません、本当待ち構えてます。ありがとうございます。うん、はあ、タイかな。タイ、タイですか。いただきます。うん、新鮮。弾力がやばい。うん、プリプリオールスターズだね。うん、全部もう食感最高で、うん、本当に新鮮で、うん、旨味が違うね。全然違うね、うん、本当にびっくりしちゃうよね。ね、ありがとうございます。今度はイカが、はい、一夜干し。ありがとうございます。ありがとうございます。イカの一夜干し、イカも美味しそう、ね、マヨ七味をつけて目の前で焼いてくれてたもん、ね、いただきます。育ててくれてた。うん、柔らか。柔らかい。うん、イカ革命が起こってる。うん、めっちゃ炭の香ばしい香りがプラスされて、うん、他の旨味も溢れ出てきて、これはビール。ああ、うん、すみませ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 ん、私としたことが、うん、すみません、失礼いたしました。ジアブース最高だね、本当。どうぞ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 、うん、あ、どうも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 、うん、どうもどうも、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、三重のイカに三重のビール最高だね。進むね。うん、どんどん進んじゃう。うん、美味しい。いいね。うん、いつまでも噛んでたい。ずっと口にやってほしい。うん、お刺身、お刺身。はい、うん、タイの食感すごいよね。うん、新鮮で、めっちゃ新鮮って伝わってくるね。ね、噛むたびに
これはビール飲まないと申し訳ないね。本当海町に来たから食べれる味だよね。うん、宿から海見えるもんね。ね。オーシャンがビュー宿で。きな粉一つと醤油一つ。はい、一つお願いします。お餅まで食べれるんですね。お餅をね、これ自分の自家製のね、お餅です。自家製。お母さんはずっと専門で焼かれてるんですか、海鮮とかを。あの現役の卵、後継者がもういないんです、少ないんです。年齢で70歳。このお母さんがここの狼ですけど、はい、84歳。入ってます。元気ですか。元気です。すごい。あの定年がないからね、うん、ママさんね、元気であれば何歳まででも行けます、うん、夏になったらもう皆さん潜ってるってことですか。お父さんと2人で入るんです、この方は。あ、我々は1人で潜って1人で上がってくる。で、私らはこれタル持って泳ぐんです。タルでね、あの赤い網ですか、持っていくのは。そうですね、あの黄色のやつね、もう海の底から上がってくるとしんどいもんね。休憩するんですね。注文してもいいですか。はい、どうぞ。いいのね。どうしようかな。島娘の大吟醸を頼もうかな。島娘の大吟醸と、あとあのこのさっきのビールが美味しかったね。はい、はい、ビール1本と島娘1つね。はい、はい、お願いします。めっちゃ美味しそう、湯気もやば、美味しそうすぎる。あ、伸びるね。チーズかよな。きな粉たっぷりつけていただきます。うん、おいしい。おいしい。柔らかいの、弾力あるの。柔らかい。いいね。もちもちしてんね。お、面白い。さすがゆきさん、面白い。面白いとかじゃない。もちがもちもちしてるは、うん、あれギャグじゃなかった、うん、あ、ごめん、違ったっぽいね。しかもめっちゃ香ばしい。あ、いいね。炭火は正義だね。正義だね、うん、最高だね、うん。自分とこ取ったお米です。うん、あのこの餅もね、三重の食材盛りだくさんだね、うん、三重って有名なお餅も多いよね、うん、そうなんだ、うん、美味しい。もちもち、うん、うん、お醤油美味しいです。タレが甘口のタレです。うん、ですね、うん、甘くて美味しい。きな粉もあげるから、そっちもブツブツ交換だな。きな粉置いといた。うん、どうぞ。めっちゃ香ばしい。きな粉はきな粉のまた味が、うん、きな粉も美味しい、うん、どっちも決められない、うん、どっちも美味しい。これが大吟醸。はい、本当のおすすめはこちらなんですよ、大きいけど、うん、本当のおすすめ。でもこれはあの一番美味しいって私がおすすめなんですよ、はい、余ったらお部屋に持ってっても大丈夫ですか。お部屋でもお家でもどこにでも持ってもいいんやけど、せっかくじゃあおすすめの方をいただきます。あの、ちの方が絶対美味しい。じゃあせっかくならおすすめ、はい、純米酒、はい、はい、ぜひ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゃあどうぞどうぞどうぞ、飲んでください、飲んでください。いいですか。うん、どうぞどうぞ。あ、めっちゃいい香り。いいね。うん、あ、まなみさんも飲む。あ、すいません、すいません、ちょっとだけね、ちょっとあ、私ビールあるからちょっとしかもらえなかった。じゃあ、はーい。美味しい。美味しい。うん、すごい美味しいです。ね、なんて言うんだろう、この甘い。うん、甘い。甘いよね。美味しい。すいません、片手にビール、片手に日本酒でね。
最高の夜です。じゃあ、乾杯。すごいこの日本酒、うん、すっきりしてて、ね、コクがあってお魚料理に合いそうな、うん、確かに、はい、うん、合う？めっちゃ合う。へやっぱりね、あの今のエビでもそうですけど、はい、スーパー戦闘でやっぱり時期時期に美味しいものをね、うん、あ、そうですね。このアワビが一番美味しい時期です。へうん、甘みがあって、あのでかアワビでっかいですね。アワビあんな大きいんですか？5月の連休終わってから、はい、アワビが飛ぶんです。連休が終わらないと取らないけど、うんうん、7月ぐらいが一番この甘みがある。うん、あー、夏も来なきゃね。うん、おー、よかったらね、またね、おにぎりに。めっちゃ美味しそう。美味しそう。蒸されていい感じですね。あ、海の香りすごいわ。ねえ。めっちゃ香ってくる。ウニ好きのゆうきさんの舌をうならせるであろうウニご飯。いただきます。うん。おいしい？うん。うなった。うなった。おいしい。素材の味が引き立つ味ですね。その香りは、うん、幸せですね、本当に。あ、ご飯と日本酒、米かける米ですね。うん、米米だからね。うん、全部三重のもので全部米で。ね。超合う。合わないわけがないよね。あ、いったね。あ、蒸発した。幸せだ。かまどを囲んでね。うん、本当贅沢ね、こうやってお話しさせていただいて、ね、いや贅沢な体験ですね。うん、真ん中屋で何食べてるものは今あるんだから食べるだけです。いやいやいや、綺麗な自然と温かい人と、ここでしかできない体験だよね。ね、本当に。もうちょっと晴れてきたね。おお、そうなんだ。明日は天気予報で、うん、もう綺麗な晴れっぽいよ。マジ？ついに私の時代到来じゃん。だから明日は山の上のテラス行ったり、うん、観光して、うん、いっぱい見を満喫しましょう。観光盛りだくさんデーだね。だね。だからもうお風呂入って寝ましょう。寝ますか。うん、おやすみなさい。おやすみなさい。よいしょ。もう言っとく、おやすみなさいって。焼いた香りがしますね。ですね。朝ごはん行きましょう。非常に非常に眠たいのですが、朝ごはんが私を待っていると聞いたのであれば行かなきゃなりませんね。今日は観光で行くところがいっぱいあるから。あ、
はようございます。おはようございます。はい。はい、ありがとうございます。わあ、美味しそう。美味しそうだね。わあ、いいね、このご飯のお供シリーズがこうやって並べられてる感じ。ねえ。最高ですね。ゆっくり休めましたか？おかげさまで、ありがとうございます。元気になったけど、風がね。暑いですか？あら、暑い。雲を吹き飛ばしてくれるといいけど。確かに。昨日のお造りの伊勢海老の味噌汁。昨日ぶりですね。美味しそう。あとは昨日のお造りの鯛の兜の荒炊き。荒炊き。美味しそう。おかわりして自由に食べてください。わかりました。ありがとうございます。ななみさんの方に火つけていい？いいんですか？はい。そんな優しい感じ。ありがとうございます。やった、ハッピーバースデー。毎月しようね。ね、チャッカも持つたびにやろう。うん、何回祝ってもいいからね。うん、毎月年取ってこう。年は取んないから。やめて。祝われるだけでいいのね、私。美味しそう。もういい？もういい？うん。じゃあ。いただきます。いただきます。茶をどうぞ。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。すいませんね。うん、どうぞ飲んでください。あ、いただきます。いいね、こういうお宿の朝食大好き。ね、今日さ、うん、お部屋に朝日がめっちゃ差し込んでてさ、うん、昨日の雨とは、うん、打って変わってのめっちゃ晴れだったね。気持ちいいくらいの晴れだったね。うん、ちょうどこっちが東側だからさ、朝日がめっちゃ差し込んでてさ、うん、寝起きの私がギンギラギンに照らされてた。自分がもうスターなのかと思っちゃったもん。照らされすぎて。そのために窓開けて寝たからね。あ、私が起こすためだったの、うん、あ、そういうことだったの。寝たい、食べてみてよ。いいの、うん、いただきます。美味しそう。もうホクホク、ね、いただきます。味染みてるね、うん、いい香り、うん、美味しい、うん、ホクホクで、うん、味染み染みでいいね。私もいただこう。ご飯に合いますね。いや、合わないわけないよね、うん、いただきます。美味しい、うん、美味しい。これが朝から食べられるのはもう贅沢だね。ね、うん、余ったお出汁は簡易したい。ね、この塩分控えめの牛お出汁だね、うんうん、味付けもまた美味しい、うん、お冷やの代わりでもいい。それは言い過ぎだわ。うわ、卵美味しそう。ね、プリンって出たじゃん、プリンって。ね、朝食の卵かけご飯めっちゃ好き。うん、お魚だけじゃなくて卵も新鮮なんだね。ね、いただきます。うん、おいしい。うまっ。いいね、うん、幸せや。今回の旅のテーマが、うん、大人の旅だから。そうなんだ。私が勝手に決めた。まあ、まなみさん30歳になったしね。うん、大人にふさわしい旅みたいなのをテーマにしてるから、うん、猿田彦神社行って、うん、お参りしてから行ったしね。そう、だから今日はこれから、うん、まずは絶景を巡って。せっかく晴れたしね。そうで、大人といえば、うん、海鮮だよね。あれ、いつもと、あ、まあ同じ海鮮でもね、うん、大人の海鮮。そう、大人の海鮮だから、うん、牡蠣食べに行って、うん、いいね。やっぱ大人といえばさ、うん、ご飯食べた後はさ、デザート食べるじゃん。うん、だからデザート食べに行くっていうプラン。いいね、うん、とてもいいと思います。意義なし。意義なしです。よろしい。運転するのは勇気。意義なし。はい。いいなし。行きましょう。ありがとうございます。知らないところで、うん、景色見ながらドライブするの、うん、楽しいし好きだもん、うん、特に晴れの日はね、うん、
気持ちいいよね。久崎来る時も、うん、山の上から海を見下ろす景色があって、うん、めっちゃ運転してて楽しかった。うーん、いいね、うん、今日もまず一発目は山の上に行くので、うん、うーん、楽しみ。おお、めっちゃいい感じ。めっちゃ美味しそうじゃん。今日は、うん、ちゃんと起きて朝からお化粧したから、うん、朝のカメラだって怖くないぜ。120点ですね。そう、いや足りない、240点です。何点満点中？300点。80点ですね。髪の毛がセットできてないので、うん、満点には至らず。自分に厳しくて。まだまだ上にね、うん、いけるね。まだまだ上にいける。アスリートなの。いい香り、うまっ。エビ味噌濃厚、いいね。いやー、うまっ。味噌汁、あの全然私飲むから、いつでも行って。たかり屋だ。いつでも全然もう気兼ねなく言っておくれていいから。気兼ねあるから言わない。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。いいお宿だったね。ねえ、すごい、また来たいね。ね、絶対また来ましょう。ね、伊勢市朝熊町185。あ、そこで入れるのね。なるほどね。お願いします。はい、出発。出発。今日もいい旅になりそうな予感だぜ。ねえ、いい天気。いい天気ね。おお、今日は海も青いですね。ねえ、あ、いい景色。おいしい魚が取れそう。ねえ、こうやってたくさんの船たちが私たちが昨日食べた美味しいお魚とか貝を取ってきてくれるんだね。この伊勢志摩スカイラインを登っていけば着くはずです。はい、伊勢志摩スカイラインにイン。イン。ここに来るまでのさ、うん、道からも海見えたじゃん。うん、海の色が全然違かった。違ったね。めっちゃ綺麗だったから、これは期待大ですね。だね、うん。天気に感謝や。ね、お天気の神様に感謝して。おお、だいぶ登ってきたね。ねえ、俺は展望台まで。うん。景色は我慢しとくよ。おお、すいませんね、ちょっと先見ちゃった。脇見運転にもなっちゃうんでね。確かに。じゃあ私だけ景色を堪能させていただいて、あの実況します。会話で俺を楽しませてください。おお、山々が見えますね。以上、ここで終わりかよ。終わり。全然楽しめなかった。もっと失礼な話術磨いてください。もっと山の表現磨けるように頑張るわ。もうそろそろ見えてくるはずですね。伊勢市、伊勢市突入。伊勢が荒ぶってますね。おお、あ、見て、すごい。私は展望台まで我慢。めっちゃ綺麗だった。あー、綺麗だった。今の見れてよかったな。本当一生の思い出になったな。よかったな。ウザキャラを目指してる。2024年はウザキャラで行こうかと。路線変更して。変更？変更でしょ。変更でしょ。あ、あったあった。お。山頂展望台 400m 先右折です。見て、青空も本当に雲一つない青空。こんな青空久しぶりに見た気がする。テンションが上げ上げですね。ね、眩しくて目が開かねえ。私ごめん、輝きを放っちゃっててすみません。本当に第二駐車場到着。到着。おー、まだね、9時半ぐらい、朝の9時半ぐらいだから車少ないね。ねえ、到着。到着。ありがとう、運転。山道運転お疲れ様でした。はい、じゃあ早速行きますか。行きましょう。展望台着いた。ねえ、
あ、天空のポスト展望橋あっちだって。あ、行こう行こう。行きましょう。うわあ、めっちゃいい天気。ねえ。うわあ、景色やば。あ、めっちゃいいね。いろんな島々がある。これ車の中の景色より綺麗だよ。あ、我慢しててよかった感じ。うん。あ、感動だねこれは。歳島、イルカ島、牛島、いろんな島がある。すごー。へえ、奥が知多半島、富士山も見えるんだって。あ、すごー。絶景ですね。ねえ。これも来てよかったわ。なんか青と緑と海にもいろんな色があるね。ね。わあ、綺麗。足湯しました。足湯。足湯で温まろうぜ。この頂上の風が強すぎてさ、やばい。せやな。足湯は大人500円、小人50円だって。200円ください。はい。はい。ありがとう。やった。私2回分。入れて。じゃあ入りましょう。入りましょう。入っていい？入っていい？どうぞどうぞ。もう私の足が悲鳴を上げている。入りましょう。おどどどどどど。入ります。どうぞどうぞ。うわっ、高い。オアシスだ、オアシスだ。ああ、幸せ。ここに永住することにします最高すぎます。いいね。雪も入りな。その言葉をずっと待ってたそれか見ててもいいよ別に、うん、寒くて寒くてまだかなまだかなと思ってたよ。別に私が入ってるところを見てるでもいいけどどうする。入る入る、入る、はあ、よいしょ。ああ、どうですか。いいね。最高じゃない。最高。わあ、絶景だね。ねー、いやー、癒されるね。ねえ、いい景色だね。いい景色ですね。もうさ、海の色が綺麗だね、本当に。何ブルーって言うんだろう、これは。伊勢ブルー。伊勢ブルーかっこいいこのさ、島々が点々としてる感じもいいよね。ねえ。これさ、今足あったかいからいいけどさ、うん、出れなくなるね。これ、本当はあっちでお茶買って、うん、お茶を飲みながら中からも外からも温まるのがいいらしいよ、うん、あ、そういうこと。うん、じゃんけんで負けた方買ってくる。買ってくるいや、一生見てられるね。ね、ほんと今日はお天気でよかった、この景色。ね、今日はまだまだ長いから、そろそろ行きますか。行きますか。見つけたね。これあれじゃない？ SNS とかで有名な天空のポスト。ね、あ、本当にポストになってるんだ。あ、すごい。手紙入れられるようになってる。なんか出しちゃう？ね。あ、恋人の聖地とも書いてる。へえ。喧嘩しないようにしなきゃね、ここでこれ喧嘩したらね、ね、この恋人の聖地という名をね、汚すことになってしまうので。ね、ちゃんと収集時刻も書いてる。本当だ。平日土曜9時半頃。へえ。ちゃんと出せるんだね。ね、いいね。ポストカードとか売ってるのかな。うん。そしたら書いてここにね、出すのはね、いい思い出になりますね。ね、天空のポストから出したんだよって言ってね。ちょっとさ、いい感じの写真撮ろうよ。いいね。
いっぱい写真撮れたね。あのさ、ほうきにいい感じの写真を撮るためにさ、何回もジャンプしたからさ超疲れた。ねえ、ほうきが無料レンタルできるのはいいね。いいね、いいね。風が強くてさ、寒すぎてさ、ロリツが回らないんだけど。もうまるみさんヘロヘロだね。やばい。じゃあ次のスポット行きますか。行きますか。はあ、楽しかった。楽しかったね。ね。はあ、寒かったね。ね。はあ、本当なんか見たことない髪の毛されてますけど、ウニみたい。海の幸がね、豊富だからね。その髪型は何をイメージされていらっしゃるんですか。海だよ。ウニ。バフウニ。バフウニ。いやー、芸術ですね、今日の髪の毛を。じゃあ、ウニになったところで、牡蠣食べに行きますか。そう、行きましょう。ナビを入力して。お願いします。一緒で超まとや。889。こっから48分ぐらいだって。はい。行きましょう。行きましょう。お願いします。はいよ。うわ、ここからの景色も最高だわ。ねえ。すごい。楽しい、この道。ねえ。やっぱドライブが楽しいのはいいね。ねえ。ナビにゴールが見えてきたね。ですね。ワクテカ、ワクテカ。ワクテカ、マトヤ。この辺はマトヤみたいだね。ですね。お、なんか牡蠣の匂いがしてきたぞ。海が近くなってきたね。ねえ、ここかな入るの。おお、到着ですね。到着ですね。牡蠣が私を呼んでるぜ。よいしょ。到着、ありがとうございました。はいよ、行きましょう。行きましょう。到着。到着だね。次の目的地はマトヤカキテラスです。カキがこっちだよって言ってる。ついに会話できるようになった。カキたちが私を呼んでいる。え、めっちゃ綺麗じゃない。夢見て見て。本当だ、すごくない。すごい、すごい透き通ってる。いや、これは期待大ですよね。え、行きましょう、行きましょう。ワク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 。ここだね、マトヤカキテラス。あ、ここだ。おお、入りましょう、入りましょう。じゃあ入りましょう。こんにちは。こんにちは。席が外だって。すごい。わあ、すごい。え、外すごいよ。いい感じ。ね、え、しかもこの奥なんだって。わあ。え、待って、イカダじゃん。海の上。あ、しかもなんかあそこで漁してる人もいる。すごい。最高のテラス席じゃん。ね。イカダテラスだよ。やば。ちょっと揺れるね。あ、本当だ、確かに。だけど全然大丈夫だね。うん、オーシャンがビューしてますね。もう究極のオーシャンがビュー席じゃん。あ、ここここ、ここ。へえ、開きますね。オープン。へえ、やば。いいね。すごい、しかも室内になってる。めっちゃいいじゃん。ね、すごい。え、こんな、こんな場所あったんだ。いいね、最高だ。しかもさ、今日風強いじゃん。うん、ちゃんと完全に室内になってるし。あ、しかも後ろ見て、エアコンがついてるのよ。本当だ、快適じゃん。快適だ。こんな快適な海の上の空間あるんだ。さっき、ちょっと展望台で寒かったからね。もう私今ね、震えてる。寒すぎて。隙間風ゼロだ。そう、超快適。じゃあ頼みますか。頼みましょう。
何が見ようかね。せっかく来たならここら辺のおすすめいただいたやつ食べたい。あ、人気ナンバーワン。そう、あとこっちは当店おすすめ。そう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 、この生牡蠣とか牡蠣フライとか、うん、あ、いいね、めっちゃモリモリじゃん。これいいじゃん、牡蠣テラス御膳。お店がおすすめしてるってことは間違いないってことだから ね。あといろいろあるね。牡蠣フライにエビフライ、生牡蠣とかもあるんだ。あと牡蠣蒸し焼き牡蠣。うん、へえ、本当に多いね、いろいろあるね。ゆうきさん、見つけちゃいました。自然とね、パラパラパラってもうドリンクページの方行ってたね。見つけちゃいましたよ。うん、いいですか。いいですよ。いいんですか。いいですよ。ありがとうございます。なんかソフトドリンクもいろいろあるね。ね、伊勢志摩サイダー柚子味。へー、あ、でもジンジャーエール辛口が牡蠣とよく合いますって書いてて、あ、本当だ、迷うな。あ、でも一杯ずつ飲むのもありだね。いいね、うん、私もあれだね、一杯ずつ生ビール飲むのありだね。合計2杯ずつとは。じゃあ注文しようか。うん、そうだね。ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、すごい、めっちゃすごいね、豪華だね。ね、さすが当店おすすめだね。ね、はい、ありがとうございます。わあ、美味しそう。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しそう。やば。じゃあ早速、乾杯しますか。乾杯しましょう。じゃあこの素晴らしい牡蠣たちに乾杯。乾杯。ああ、やばい。まだ牡蠣食べてないのに最高。ね。うん。青空と海とビール。ビールと目の前の牡蠣たちを見て大満足ですね。ね。すでに。しかも聞いた？店員さんがさ、言ってたけど。取れてから1時間以内の牡蠣を使ってるんだって、ね、目の前のさ、この養殖場、あそこ、そうそうそう。本当にすぐそこ、新鮮そのものだね。だから1時間以内にあそこで取れた牡蠣をもう食堂に持ってって1時間以内にはここにある。そう、食べる時間も含めて1時間以内って言ってたよね。もう10分以内に取って10分以内に調理してみたく言ってたよね。だからもうその心意気に応えても急いで食べないね。いただきましょう。いや、いただきますか。じゃあいただきます。じゃあ桃だけから食べようかな。召し上がれ。あー、絶対美味しいやつ。プリプリだね。レモン絞った？レモン絞ってない。危ない、忘れるとこだった。危ない。レモンを絞って、あ、美味しそう。もう箸で持った感じやばいわ。ね。プリプリ。美味しそう。じゃあいただきます。召し上がれ。うん。牡蠣が今本当に熱かった。やばい。プルンプルン。うん。噛むたびに、うん、じゅわっと溶
ビジル出てきて飲める、うん、ちょっと待ってやばいわ止まんなくなっちゃう。これ俺のバカなんでバレた。バカ最高すぎる。これも食べていい。どうぞ。これはすごい。わあ美味しそう。じゃあこの薬味を乗せていただきます。やばいね。うわ。ね。大きい。大きい。すご。うん。やばくない。人が牡蠣食べてる姿見て飲めるわ。うん、美味しい。やばいよね。うん、ほんと新鮮そのもので、うん、臭みとか、うん、えぐみ、うん、とかが一切なくて、めちゃめちゃ甘くて、牡蠣、うん、の旨みがめちゃめちゃ溢れ出てくる。お口の下の上でさ、うん、踊ってるよね、牡蠣が。ね、ほんと、うん、臭みとかえぐみが一切ないね。うん、まとやかきってこんな違うんだね。ね。感動だわ。ね。美味しい。なんかさ、こんな牡蠣料理あったら迷っちゃうね。ね。どうしよう。あ、牡蠣グラタン食べよう。牡蠣グラタンめっちゃ大きくない？ね、手のひらサイズ。手のひらサイズ。贅沢だね。ね。牡蠣の出汁使ってるって言ってたよ、これ。うん。あれ牡蠣ご飯。うん。うま。ご飯美味しい？出汁も出てて。うん。しみしみですか？うん。牡蠣もいっぱい入ってて美味しい。いいね。うん。お、重。うん、めっちゃずっしりしてるんだけど。うん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 。ビールで。幸せだね。牡蠣とホワイトソースは、うん、出会ったらダメだわ。悪魔的美味しさすぎる。もう取りつかれる。今までさ、うん、牡蠣の食べ放題とか言ってさ、うんうん、できるだけ牡蠣をもうたらふく食べるぞ食べるぞ食べるぞって言ってさ。懐かしいね。大学生の時だっけ。そう。牡蠣食べ放題って40個ぐらい食べたよね。そう、イスターバーとか行ってもたくさん牡蠣食べるぞって。ね、生牡蠣40個とかすごいわ。すごい。だけどこういういろんな牡蠣をさ、うん、ゆっくりこうやって話しながら、うん、食べるのもね、いいね。こういうなんか上質な牡蠣っていうのが食べ放題のランクとはまたその上のランク、うんの上質な牡蠣をこうやってね、ちょっとずつちょっとずつ食べながら、こうやってビールもいただきながら。まなみさんの今日のテーマは大人な旅なんでしょう、うん、そう、大人の上質な旅。順調ですね。順調ですね。牡蠣、うん、フライも。あー美味しそう。うん。うん。うん。まずはレモンで。音すごい。見てこの断面も。うわ、中身めっちゃ詰まってんじゃん。うん。すごい。美味しい。何食べても美味しいね。うん。幸せだね。牡蠣の旨味が、うん、この火が通ることで凝縮してて、うん、たまらんですよ。牡蠣フライを食べて、うん、牡蠣ご飯を食べて、うん、たまんねえ。思ったんだけどさ、うん、牡蠣の見た目これじゃん、うん、めっちゃゴツゴツしてんじゃん、うん、これを最初にさ食べようと思った人すごくない？うん、カップ譲って開けたとして、うん、次に出てくるのさこの牡蠣の身だよ、うん、今はさ美味しいと思って食べるからさ抵抗なく食べれるけどさ、うん、全く初対面の状態でさこちら様が出てきたらさ、うん、食べようってならなくない？うん、最初に牡蠣を食べようと思った人に感謝状送りたいんだけど。ありがとうございます。勇気じゃないわ。そこまで言うんだったら。いやいや言ってない、全然言ってない。いただきます。最初から勇気に向けて言ってない。確かに、うん、最初はちょっと怖かった。やめて、なんか当事者みたいに語り始めないで。食べたらすごいびっくりした。美味しかった。なんかそうなのかなって思い始めてきちゃったじゃん。びっくりだよね。こんな美味しいとは思わなかった。今ではこんな国民食になるとは。俺が最初に見つけましたって、うん、ありがとうございますってことにしておきましょう。ありがとうございます。これで満足でしょうか。
水がきれい。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。三重県志摩市阿治町安城794-1794-1案内開始。こっからだいたい25分ぐらいですね。25分ぐらい、はい、行きましょう。やっぱりさ、うん、上質な大人はさ、ご飯をたくさん食べたらさ、うん、デザートを食べに行かなきゃいけないのでいや、上質な大人ですから我々もデザートを食べに行きましょう。なんかしつこくて腹立ってきた上質な大人は自分で言わないと思うんだよな。あ、言わない、うん、あ、言わなかった、うん、あれおかしいな、言うんじゃない言わないと思うんだよな。おー、すごい、なんかミルキーなブルーグリーンみたいな感じ。マトヤワン王子かね。へえ、じゃあここはマトヤワンかな。うん、名水利だね。名水利だった、うん、あざす。いやー、ね、頭はね、冴えてる方だから私ということにしとくかなんか聞こえたぞこの辺道狭いね。ねえ、安全運転で行きましょう。ありがとうございます。海やばいね。えめっちゃ綺麗。なんかこのエリアはさ、うん、晴れだとどこ見ても海綺麗だね。ね、すごいね。めっちゃ青いよ。私はそんなに見れません。すみません。この道をどんどん登っていけば着くみたい。おー、狭いってここね。ここが狭い。本当だ、なかなか狭いですね。もう目と鼻の先ですね。ね、あ、ここじゃない？ここかね。おー、すごい。ありがとうございました、うん、運転お疲れ様でした。到着です。最後の目的地に到着しましたね。途中ちょっと狭い道あったけど、うん、無事に到着しました、ね、よかった。締めのスイーツを食べますよ悪人顔だねよく言われるよく言われるのはダメじゃないこっちあ、こっちか。ここだね。ここだ。あ、なんか焼き芋のいい匂いするんだけど。ね。すでに。もう芋焼いてるね。ね。あ、メニュー発見。おお。めっちゃ美味しそうじゃん。プレミアムパフェ。蜜芋のムースプリン。干し芋プレミアムムースプリン。やば。上から下まで全部ください。やろうから。欲張りって言うんでそれは。どうしよう。いや、パフェでしょ。パフェだね。うん、あと私干し芋プレミアムムースプリン気になる。よく噛まずに言えたね今の向けてあげよっかいいよじゃあそれにしよっか。そうだね、入りますか。入りましょう。美味しそうだ ね。別腹がグーグーなってる、うん、別腹がなってる初めて聞く表現だじゃあ
お飲み物で。乾杯。乾杯。あー、うん、美味しい。なんかいい香り。お芋ラテやばい。うん。お芋すりつぶしてミルクくれましたみたいな感じの濃厚さでめっちゃ美味しい。なんか自然なお芋の甘さ。めっちゃ芋。めっちゃ芋だよね。めっちゃ美味しくない？ね、甘すぎず。ね。めっちゃ芋。めっちゃ芋。うん。なんか飲み物っていうよりデザートに近いね。うん。めっちゃ美味しい。飲む芋。飲む芋。最後にかかってるこのシロップっていうソースか、うんうん、お芋のソースがめっちゃ芋すごい語彙力がだいぶ低下したね。めっちゃ芋だよ。めっちゃ芋、うん、このコーンフレーク的なフレークがもしかして芋、うん、あ、本当だ、お芋になってる。うん、めっちゃ芋。めっちゃ芋え、美味しい。コーヒーに合いますね。なんかコーヒーもちゃんとお芋と合うように考えられて作ってるらしいよ。うん、合う。いいね。いいね。じゃあ私はプレミアムプリンいただきますね。うん。めっちゃ上に、うん、なんていうの、芋あんみたいな。そう。ね、中のプリンがすごい滑らかな気がする。うん。いただきます。美味しそう。めっちゃ芋さっき人に声力って言っといて。めっちゃ芋だわ。え、美味しい、ね、なんか上のお芋あん、うん、結構自然な甘さのお芋あんで、中のプリンがめっちゃクリーミー。口に入った瞬間にとろける。軽い感じのムース。そう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 。で、一番下に入ってるカラメルがほろ苦くて全体をまとめ上げてます。いいですね。つまりめっちゃ芋。金庫芋美味しいですね。うん、美味しいね。しかもさ、この絶景を見ながら食べれるってよくない？うん。空の青と海の青が映えますね。ね、いや癒されるな。うん。オーシャンビュー席めっちゃいいね。ね。じゃあ俺モナカもいただこうかな。うん、モナカにぎっしり入ってるの何？金庫芋のあん。なんか羊羹みたいだね。だね。いただきます。うん、うん、うん、濃厚な芋が、うんうん、たまらん。たまらんな。今日展望台めっちゃ風に吹かれながら展望台すごかった ね。なんか人生で経験したことないレベルの風だった、ね、でもね、地元の人っぽい人が話してるのを聞いたんだけど、うん、三重でここまで風が吹くのは珍しいって私たちまたいい日を引き当てたね。風女デビュー次は風かよ。海女、ね、さんが言ってたけど、うん、次アワビの季節にね、うん、また来ようね。もうその理論で言うと、うん、毎シーズン来なきゃね。ね。また来ましょう。来ましょう。